なんていうんですか、過敏になってるっていうんですかね。ですから的場騎手今落ち着かせて、時間をかけてこう蛇行を踏んでるとこじゃないでしょうか ね、 なるほどね。やはりちょっと久々のあれはありますよね、はい、これだけの大観衆ですのでね、はい、うん、思った以上に体は仕上がったというより少し何かこれ激走をした後、はい、少し心配かなというような体つきでもあるんですね。あ、そうですか、やっぱりあのいい時 の、あの例えば皐月賞のすごい時の、うん、張りのある馬体見ますとね、はい、比べますと少し物足りないなという感じはどうしても映りますね、はい、ゆっくりと加速をつけていきました。まあ、この辺はいいでしょうね、はい、あのガーッと持ってかれるような感じもありませんしね、ですから的場騎手ゆっくりゆっくり落ち着かせて、はい、この辺の動き見てますと特に無駄な動きありませんのでね。今ちょうど向こう上面の直線流していっているところです。まあ的場騎手も本当に4日前に騎乗依頼が来たということでありましてね、ジョッキーは誰しもこういう強い馬に乗ってみたいという願望があるでしょうけれども、はい、逆にすごいプレッシャーがかかってるんではないかなとかね、いろいろ、まあその辺は一流のジョッキーなんでね、はい、やっぱり騎手冥利に尽きると思いますけれどもね。この辺だとやっぱりこの辺のキャンター見てるとやっぱりすごい柔軟性があって、はい、ブライアンらしいなという感じしますけれども、体の全体的な感じはやっぱり絶好調時のね、いいと比べますと全体的な雰囲気は物足りないなという感じには映りますね、はい、今ちょうど3コーナー手前でその走りを止めました成田ブライアン。さて一方佐久田千歳王ですよね、こちらはね、毎日王冠当時はやっぱり久々ということでパドックの時もイライラしてましたし、これ今出てくるときは、ね、はい、いつもこうなるんですよね大体、ただねこれからがねちょっと違うのは今日はやはり落ち着きが随分あるなっていう感じですね。毎日王冠の時の返し馬は太式種がバーッと持ってかれるような感じに大体そうなるケースが多いんですけれども、はい、非常にこう折り合いのついた返し馬という感じがしますしね、もうやっぱり一度叩いた効果という秋2戦目かなり良くなったなという感じで映りますね。まあ、陣営も本当にここで悲願の G1 をと狙ってますからね、ですから先ほどちょっとね雨がパラついてきた時にはちょっとどうかなと思ったんですけれども、はい、今日が差してきましたんでねとにかく力を出せる状態だと思いますね、はい、よくなりましたね。さあそして成田ブライアンが今ゆっくりと戻ってくるところです。これだけの馬ですからね、出てくるからにはという感じがありますんでね、はい、さあそしてちょっとぼんやりと4番のジェニウィンですが、こちらはどうですか、 VTR でちょっとご覧いただきましょう。はい、こちらは前走もそんなに悪く映りませんでしたし、その慶応杯オータムハンデの時に僕もここで席で言ったんですけれども、とにかく歓声にもそんなにわーっとなりませんしね、うん、だいぶ精神的に成長してるんじゃないでしょうかね。もう体はまあ4歳馬と小馬比べてどうかなっていう感じもあるんですけども、全然見劣りしませんしね、うん、とにかく馬場もいいですし、はい、高額も引きましたんでね、はい、試金石でしょうね、それだけの出来にあるように思いますけれどもね。岡部騎手 2000m の駆け引きをするにはもう本当に最高という、まあ、ジョッキーとしてねやりがいのある距離、ね、ジェニウィンを操ります。さてあと人気どころですとアイリッシュダンス、これ武豊騎手ですけれどもね、うん、そうですね、割と、まあ、パドックではおっぽを振ってたとかそういうのありましたけれども、はい、特にそういう素振りも見せませんでしたしね、スムーズな返し馬だったと思いますね、はい、それからいいなと思ったのが7枠14番のマチカネタンホイザーと同じ枠の15番、はい、まあ、万全の状態であれば成田ブライアン不動の本命だと思うんですが、大坪さん、はい、東京そして今見て、そのどういったご感想、この10日間でね、いわゆる作品を作ったという私は感じなんですよ、うん、ですからやはり、お腹の線がねちょっと綺麗すぎるなと。はで普通でしたらこの秋ですから470台あって当然なんですよ、うん、これがまあダービーの時468ですか、今日466ですか、うん、そういった点から言ったらやはり球児上げっていうのは体の線には私出てると思うんですが、ただやはり、怪物ですからね、70、80の仕上げでもこれで勝ってこそ怪物になるかもしれませんけど、うん、私としたらまあやはり1週前あたりまでの調教過程はどうしても気になりますね。杉本さんの目にはどう映りましたか、はい、そうですね、やっぱり大坪さん言ったようにだいたい鋼鉄っていうか鋼のようなね馬体でしたからね、うん、そういう点ではちょっとソフトっていうかね、うん、えらい柔らかいなという感じはしますね、はい、もっとこうキュッという感じが欲しいですね。なるほどね。
ちょうど1年前、当時古馬最強と言われた琵琶早秀がまさかの5着に敗れ、クッケン園からターフを後にしました。 かつて朝日杯、皐月賞、ダービーと兄の惜敗したレースで雪辱を果たしてきた検定成田ブライアン、8ヶ月ぶり臨戦過程、ジョッキーは4日前に決まりました。シャドーロールの怪物に課せられたあまりにも大きなハンデキャップ、果たして復帰第一戦を飾ることができるのでしょうか。実況席の解説は吉田仁さんです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。さて、その注目の成田ブライアンなんですがね、本馬場に出てきてからここまで、まあ、ちょっと落ち着いてはいるようですが。そうですね、ですからこの馬がね、例えば 80% の、今ちょっと実況 席で出てましたけれども、はい、80% の、出来でもやっぱり メンバーから考えると力でねじ伏せてしまうんではないかと、その辺の、ね、見方っていうのが非常にこう、はい、難しいところだと思うんですよね。まあ、語られてみて不思議ではありませんのでね。ただ中身が伴ってんのかなとか、僕ね、なんか心配の方が多いんですよね。すごくこの馬に関してはものすごい強い馬だと、みんなもう自他ともに認めていますんでね。なるほどね、うん、はい、ですから、まあ、これからここから無事ならジャパンカップという戦なんでしょうけれども、はい、とにかく注目の一戦ですね、はい。ではさて、スタート地点フジテレビの吉田信夫アナウンサーにそのあたりブライアンの様子も聞いてみたいと思います。吉田アナウンサー。はい、その注目の成田ブライアンですが、はい、なんと言いますか、その動くたびに盛り上がる筋肉、そして吐く息、緊張感にこう圧倒されそうです。あ、そうですか。ただですね、鞍上の的場騎手、はい、今ゴーグルかけましたが、先ほどから時折笑顔がちらほら、そして首筋のあたりをポンポンと叩いて、はい、何かこう早くも一体感といったものを感じさせます。あ、そうですか、はい。そしてアイリッシュダンスの竹内学士は時折、よしよしと声をかけながら落ち着かせようとしているようです。はい。さて、まあ、舞心山が取り消しまして、吉田さんの本命が急遽待ちかねタンホイザとなりましたけれども、まあ、この辺りから解説お願いします。新聞上ではね、舞心山で、はい、まあ、舞心山からこう応援したい天皇賞だなという感じで予想だったんですけれども、まあ、急遽待ちかねタンホイザに20丸という意味ではなくて、はい、本命がいなくなってちょっと全体的なレースの見方が少し変わってきたなというね、いつもの天皇賞とは違うなという感じがするだけですね。なるほどね、はい、はい。まあ、注目は町からタンホイザにも注目してますけれどもね、もちろんね、はい。さあ、今ゆっくりとスターターがスタート台に向かっていきました。暮れの有馬記念まで9週連続のグレード1ファンファーレ、秋の盾17頭どんなレースを見せるんでしょうか。その他人気上位の馬、アイリッシュダンス、あるいはチトセオ、ジェニウィン、このあたりまとめてもらいますとどうなりますかね。そうですね、とにかく雨が降らなかった両馬場でできるということでね、はい、1分59秒台前後の争いになると思うんですよね。で、あんまり逃げ馬がいませんので、はい、前半のペース移管で各騎手のこのコース独特の位置取りですね、それがだから初めのコーナーまでね、はい、非常に注目のスタートだと思いますけれどもね。さて、先行争いはこれは何が引っ張るんですか。なんか戦前では東洋リファールが逃げるって言ってるんですけれども、ちょっと分かりませんね。走る将軍ですとか、はい、菅野王子もいますんでね。現役最強馬成田ブライアンの復帰第一戦、第112回天皇賞スタートが切られました。さあ、2コーナーに向かしての激しいこれは先行争いにはなりませんか。ゆっくりとした中で、ゆっくりとした中で予定通り東洋リファールが第2コーナーに向けて飛び込んでいくような格好、そしてジェニウィンもまずまず2番手につけております。その後ろから菅野王子、さあもう1回先頭から東洋リファールが先手を取りました。そして早め前前を行くジェニウィンと岡部幸男、それから菅野王子、あるいは北斗ペガ、大外を通ってのピンクの帽子です。真ん中からはアイルトン、そしてアイルトンシンボリの後ろから、さあ久しぶりのシャドーロールだ、7番の成田ブライアンと的場、その外にはインターマイウェイつけました。そして13番の走る将軍、そして2番の 55Z がおりまして、インコース通って稲妻高尾、そして真ん中を通りましてアイリッシュダンス、アイリッシュダンス外ステージジャンプ、内から6番のポジーがいます。7枠のマチカネタンホイザ、あるいはヤシマソブリンがつけています。ゼッケン1番の桜地とセオは最内枠から1番後ろから2頭目、1番後ろ2頭番のサマニベッピンです。
3コーナーをカーブしていきました。さあ成田ブライアンは現在先行馬のちょうど後ろ、アイルトンシンボリの後ろにつけている格好でありますが、レースの方を引っ張りますのは5番の東洋リファール、そして2番手には内から4番のジェニウィンだ。さあこの辺で動き出しました。成田ブライアンがゆっくりと外を回って先行馬に飛びついて直線コースに向かいます。大外を通りまして成田ブライアン、大外通った成田ブライアン、しかしまだ先頭は東洋リファール、内から町方を向いた、内から町方を向いた、それからジェニミ、さあそしてアイルトンシンボリも上がってきている、アイルトンシンボリも上がってきている、外からシャドーロールは伸びないか、シャドーロールはちょっと伸びないか、シャドーロールはちょっと伸びないか、代わりに4番のジェニミだ、ジェニミ先頭外を通って、サンプラチトセを持ち込んでくる、サンプラチトセを持ち込んでくる、ジェニミか、サンプラチトセを追うか、ジェニミか、サンプラチトセを追うか、2頭が並んだゴール板、しかしこのレース、審議の青いランプが灯っています。勝ちタイムが1分58秒8、上がりの4ファロンが47秒6、そして上がりの3ファロン35秒7。このレースしかし審議のレースとなりました。外から桜千歳を早めに抜け出したジェネミンを果たしてゴール板前捉えることができたのかどうかということになりますが、審議をお聞きください。最後の直線走路で17番菅野王子号の進路が狭くなったことについて審議をいたします。お手持ちの投票。ということで最後の直線走路菅野王子号の進路が狭くなったことについての審議ということでありますが、直線の素動再生が出ておりますが、前を行くジェニウィンが、まあ、成田ブライアンの代わりのシャドーロードでありますがね、これ抜け出しました。そして外から桜千歳を、完全にジェニーが抜け出してるんですけども、僕の見た感じではゴール前きっちりかわ千歳をかわしたかなという勢いが違いましたんでね、さあということでわずかにこれは外有利か、桜千歳王が有利かといった感じであります。ジェヌインも理想的な流れになって前を追いかけずにすんなり先行できましたしね、千歳王の場合はやっぱ1枠ということにも下げまして、向正面で後方から2投目、そうですね、で東洋リファールは、ね、59秒台でしょうね、前半の 1000m ね、この審議は、ね、これ映るんですけれども、成田ブライアンと八嶋ソブリンの間に挟まれるんです。今挟まれてますね、菅野王子がちょっと安田富幸立ち上がるんですけれども、ですから、まあ、成田ブライアンはこれからという時にやっぱり伸びませんでしたね、200の手前 ね、位置取りは4コーナー6、7番手ですかね、いい感じで上がってターフに移った時はファンからドーッという歓声が上がったんですけれども、何かきっちりかわしたように見えましたけれどもね。さあということで、まあ、着順表示板の方には1、2着は写真判定、そして、3着には8番のアイルトンシンボリですが、早くもこれは17番太しコールとなっているようなそんな感じであります。小島太し、そして桜千歳王、もちろんこのまま決まれば悲願の G1、馬が、ね、落ち着いててね、非常にいい出来だなっていう感じで映りましたんでね、ガッツポーズ出ました。今まだ写真判定ですけれどもね、なんかガッツポーズが出てますね、出てますね。ということで今、これからゆっくりとですね、そのファンの前を通るようにして、地下馬道の方にこれから入ろうという小島太と桜千歳王であります。これ完全に勝ってますと芝コースの方へ戻ってくると思うんですけどね、その辺がまだちょっと写真ということでね、そうですね、